今取り急ぎうーつちゃんにミルクあげました。お腹空いてるっぽいんですよね。少ししかあげなかった。ちょっとさすがに少しすぎたか。今うーつちゃんにグルテンフリーあげました。すごい食べてます。大きさの入れ物がないんですよね。いつもそこら辺に吹き飛んでるのにないんで、風で飛んだのかもしれないです。まあ、埼玉はすごい強風だったんで、なんか今日自分に会いたい人がいるっていうので金谷食堂さんに来てるらしいんですよ。なんでちょっと今日早めに向こうの岩場の方行ってきます。くえくえ、みんなの分もあるからな、待ってな。でね、前回ね来なかったのに今日しのぶちゃんも来てます。ずっとね聞こえる鳴き声はしのぶちゃんです。コンボもあるからにゃん、待ってろにゃん。よし、じゃあちょっと今サビちゃんとしのぶちゃんの準備します。こんな感じです。